こんにちは。 J リーグの各クラブのコンオフの補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手を考えていく企画の第26回です。本日は2020年の12月11日です。 J3 のリーグ戦は大詰めに差し掛かっており、いよいよ本格的にストーブリーグが開幕しましたが、今回取り上げるのはガイナーレ鳥取です。第26回となります。第22回が大宮アルディージャ編、第23回が東京ヴェルディ編、第24回がヴァンフォーレ甲府編、第25回が FC 琉球編、今回の第26回がガイナーレ鳥取編となります。ガイナーレ鳥取の今シーズンを簡単に振り返った後、スタッツから考える強みと弱みを取り上げてみました。その後、コンオフに移籍や流出が考えられる選手、コンオフの補強ポイントを挙げた後、獲得できたら面白いと思う選手を20名だけピックアップしたいと思います。それではスタートです。まず最初に32節を終えた時点での成績を書き出してみました。15勝11敗6分けで勝ち点は51です。順位は7位です。32試合で43得点53失点となります。残りは2節となりましたが、2位の長野との差が7と広がったので、2位の可能性は消滅しました。2013年以来の J2 復帰はなりませんでした。高木監督になって今シーズンが2年目でしたが、3節から4連勝を達成するなど、前半戦は上位争いの中心になりました。ただ16節からの6試合は1勝5敗と苦しみました。26節から3連勝を達成して2位争いに踏みとどまりましたが、32節を終えた時点で昇格の可能性がなくなりました。7年連続で J2 復帰に失敗したことになりますが、今シーズンは若手がたくさん台頭するシーズンになりました。田口は8ゴールを記録しており、大卒1年目の安藤も主力として活躍しています。各種のスタッツを見ていくと、シュート数は8位で、枠内シュート数は12位で、パス数とクロス数は9位となります。30メートルライン進入回数は11位で、ペナルティエリア進入回数は12位となりますが、ドリブル数は3位です。安藤と魚里のドリブルが大きな武器となりました。平均年齢は 25.02 歳で、平均身長は 174.90cm となります。平均年齢は2017年の 24.25 歳がここ最近では最も低くなりますが、ほぼ毎年若手中心のメンバー構成になっています。今シーズンの鳥取はドリブルが威力を発揮しました。両サイドからの仕掛けが大きな武器です。井上を中心とした守備はまずまず機能しました。残念だったのは外国人選手が軒並み低調だったことです。期待されたジョアン・デルソンは出場機会に恵まれませんでした。サイズ不足は顕著で、セットプレーは7得点9失点でした。選手層が薄くて、特定の選手に負担がかかるのも今シーズンの問題点でした。コンオフ、退団や流出の可能性がある選手を挙げていくと、魚里、安藤、三沢、井上陸人の4人は J2 のクラブなどに個人昇格する可能性があります。39歳のフェルナンジーニョは今シーズン限りで現役を引退することになりました。有望な若手がたくさんいることを考えると、激動のオフになる可能性も否定はできません。今オフの鳥取はどんなオフになるのでしょうか。就任2年目となる高木監督の続投はほぼ確実と考えられます。主力数名の流出は想定内です。魚里や安藤は争奪戦に発展する可能性があります。何人かの主力は流出すると思われますが、若手主体という部分は変えたくないところです。来シーズンも外国人補強が当たるか外れるのかで、
順位は大きく変わると考えられます。主力が抜けたポジションの穴埋め作業というのがコンオフの鳥取のメインの仕事になると思いますが、2桁ゴールを計算できるストライカー、井上が抜ける場合は守備の要になれる選手、サイズ不足が弱点なのでサイズのある選手をたくさん獲得したいところです。得点力の高い2列目のアタッカーも必要です。フェルナンジーニョが引退することを考えると2列目の補強も必要です。ここからは鳥取が獲得できたら面白いと思う選手を挙げたいと思いますが、鳥取の補強の特徴といえるのは次の3つです。ブラジル人の補強がうまい、岡野 GM は浦和レッズの OB なので古巣とのつながりが強い、 J3 で活躍した選手を獲得するケースが多いという点です。具体的に名前を挙げたいと思いますが、1人目はアスルクラロ沼津の尾崎です。2008年から2013年まで鳥取で主力として活躍した右サイドバックです。高精度の右足は J3 屈指で、今シーズンも沼津で主力として活躍しました。沼津との契約は満了になりましたが現役続行を希望しています。2人目は鹿児島ユナイテッドのジョン・ガブリエルです。193センチの長身フォワードで空中戦にめっぽう強い選手です。相模原時代の2018年には J3 で17ゴールを記録しています。ただここ2年間は低調で、2019年の後半戦は地域リーグでプレーしました。3人目は YSCC 横浜の音泉です。2019年は東京 23FC でプレーしました。切れ味鋭いドリブルは J3 でも屈指です。2列目のみならずフォワードや左右のウィングバックでもプレー可能です。4人目は浦和レッズの福島です。西川周作の後継者と言われるキーパーです。2015年の後半戦は鳥取でプレーしています。西川と同様で正確なフィードが武器です。183センチのレフティーです。5人目は浦和レッズの伊藤亮太郎です。水戸時代の2018年に J2 で9ゴールを挙げています。浦和では出番に恵まれませんが、シュート精度が非常に高い選手です。フォワードでもプレー可能で、ボランチでもプレー可能です。その他で獲得できたら面白いと思う選手を簡単に挙げたいと思いますが、最初の3人はいずれも若手のボランチです。柴本は司令塔型のボランチで、松本はパリ世代を代表するボランチです。今度の3人はいずれもフォワードの選手です。山鹿の高木は五輪代表でもプレーしたストライカーです。町田の春山は帝京長岡高校で活躍しました。栃木 SC の有馬は鹿島ユース出身です。今度の3人はいずれもアタッカーの選手です。北九州の小野沢はセレッソ大阪の U23 で活躍しました。群馬の白石は富山などでも活躍したドリブラーです。ジュニーニョは FC 大阪で活躍しました。今度の3人はいずれもセンターバックです。徳島の阿部は左利きのセンターバックです。北九州の生駒は185センチの長身です。 FC 岐阜の橋口は柏でもプレーした190センチの大型センターバックです。最後の3人はいずれも若手のキーパーです。セレッソの茂木は195センチで、FC 東京の畑野は198センチの超大型キーパーです。浦和の鈴木ザイオンは将来を嘱望されているキーパーです。以上のような20名をピックアップしました。2021年は J2 復帰のチャンスのシーズンといえます。主力の流出をどこまで防げるのかがコンオフの注目点です。能力の高い若手が多いのでサポーターにとっては辛いオフになる可能性もあります。今回の動画は以上です。本動画ではガイナーレ鳥取を取り上げましたが、その他の J3 のクラブの動画も随時アップする予定です。
最新の動画は毎日夕方の18時頃にアップしていますので、それ以降の時間帯にチェックしていただけると幸いです。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご覧いただきありがとうございます。